Radio Barry. Barry. 76.4 FM. アイズワン本田ひとみのワールドゲッチュー。こんばんは、アイズワンの本田ひとみです。アイズワン本田ひとみのワールドゲッチュー。今日も始まりました。皆さんここでちょっと先週のお詫びをさせていただきます。先週の放送でエアプレインをうんびちゃんの作詞作曲の曲って言ってしまったんですけど、正しくはエアプレインではなくスペースシップでしたすごく曲調とか、それから英語、曲名が英語っていうのもありまして、たまに間違えちゃうことがあるんですけれども申し訳ございません。正確にはスペースシップでしたでもどちらの曲も本当にすごく可愛い曲なのでたくさん聴いてください。うっかり間違えちゃいましたということで今週も元気に放送していきます。この後9時45分まで15分間お付き合いください。本田ひとみのワールドゲッチュー。今週も皆さんからのメッセージ届いてるので紹介したいと思います。東京都にお住まいのあんこちゃんからです。ひーちゃんこんばんは。私は下の名前がはるかというのですけど、私もひーちゃんみたいなあだ名が欲しいです。よければつけてください。ちなみにあんこなどの和菓子がすごく好きです。ラジオネームあんこが好きではるかちゃんだったら、私個人的に和菓子だとモナカが好きなんですよ。だからパッと思い浮かびました。はるかちゃんのラジオネームはモナはるかちゃんモナはるかちゃん、あ、ちょっとモナはるか、モナはるモナカ、モナカもそうだしはるかもそうだし、最後がかでいいし、しかもあんこ使われてるからすごいいいなと思ったんだけど、どっちがいいかな。では春もなかにしましょう。気に入ってくれたらいいなって思います。続いては東京都にお住まいのジュルジュリさんからです。ひーちゃんこんばんは。アイズワンのぬいぐるみが届いてから毎日めでているんですが、テレワークになってからたまたま画面に映り込んでしまって、上司に可愛い桃太郎だねと言われました。桃のぬいぐるみちゃんに名前ついていますか？もしよかったらひーちゃんの分身に名前つけてください。そうなんですよ、このアイズワンのぬいぐるみっていうのはさくちゃんがデザインしたアイズワンメンバー一人一人のキャラクターがいるんですけど、私は桃のキャラクターなんですよ。そう、それで抽選で当たった方にそのぬいぐるみがプレゼントされるっていうのがあって、そのぬいぐるみですよね。私ぬいぐるみの名前特につけてなかったんですけど、この機会につけちゃおうかな。私お家で昔お母さんにひーたろうって呼ばれてたんですよ。で上司の方に可愛い桃太郎だねって言われたならもうぴったりこれしかないと思って、じゃあ今日からさくちゃんが描いてくれたマスコットのキャラクターひーたろうって名前にします。皆さんひーたろう可愛がってください。よろしくお願いします続いては兵庫県にお住まいのシーソーゲームさんからです。ひーちゃんこんばんは。僕はひーちゃんに助けてほしいことがあって今回初めてメッセージを送ります。僕の昼夜逆転生活をどうにかしてほしいです。いつも寝る前にアイズワンの動画などを見ていると、次はフィエスタの動画、その次は下にあるスペースシップの動画という感じでアイズワンを見入ってしまい、眠ることができず自然と夜更かしをしてしまいます。でも大学があるから早起きしなければなりません。そこでひーちゃんが夜眠れない時にすることを教えてほしいです。そうだな、私もでも寝る前に動画見ちゃう癖あるんですけど、夜眠れない時っていうかあれですよね、シーソーゲームさんの場合は眠れないわけじゃなくて見ちゃうから寝れないっていう方が正しいですよねだからだったら私のおすすめは
朝早起きしてアイズワンの動画を見るっていうのはいかがでしょうか。うん、なんか眠りたくても眠れない時にすることっていうのは、私はそうだな、オルゴール聞いたり、あとは何も集中しないようにして寝たり、あとはアロマのキャンドルの匂い嗅いでリラックスして寝るっていうことが多いんですけど、そうですね、動画とかに集中して寝れないっていう場合だったら朝早く起きてみることをおすすめします。でもわかるな気持ちはね。どうか昼夜逆転が治りますように。神奈川県にお住まいのバイオリンさんからです。関東は急に暖かくなったりしていて、春を飛び越えて夏がやってきたみたいです。ひーちゃんは夏にやったらしたいことはありますか？今年の18歳の夏の野望を聞かせてください。そうだな、私夏になったらやりたいことっていうか、夏になったら食べたいものっていうのがあって、韓国でコングクスっていうのがあるんですよね。あの麺なんですけど、麺料理で、なんていうのか、スープが冷たい豆乳のスープなんですよ。そう、それですごいクリーミーで豆乳好きにはたまらないこう料理なんですけど、それ私今まで一度も食べたことがなくて、でもメンバーたちすっごい美味しいって言ってたので食べてみたいなっていう風に思うんですけど、コングクスってすっごい不思議なんですよ。砂糖入れて食べる人だったり、塩入れて食べる人もいるらしいんですよ。だから私もそういうなんか食べ方に挑戦してみたいなっていう風に思います。ラジオネームかくくんさんからです。いつもラジオやプライベートメールなどを通じてお知らせをよく聞いています。最近お兄さんのエピソードを聞いたんですけど、お兄さんがひーちゃんに不愛想なお兄さんだということがファンにもとっても有名です。お兄さんとの面白いエピソードがあればまた教えてください。あ、そうなんですよね、私のお兄ちゃん本当に私に興味がなくて連絡とかも全然してきてくれないんですけど、この前たまたまていうか急にメッセージが来て、あの、あつ森一緒にやろうよっていう風に来たんですよ。で、私まずお兄ちゃんがゲーム機持ってることすら知らなかったし、だからすごいびっくりしたんですね。それで結局通信一緒にやったんですけど、なんか私の島って本当に今まだ何もないんですね。だからなんかお兄ちゃん来たはいいんですけど、なんか埋まってる化石を全部掘ってくれて、その掘った化石を全部私に渡してくれて、何事もなかったかのように帰りました。今度は私もお兄ちゃんの島に遊びに行ってみたいなって思います。愛知県にお住まいのミランさんからです。ひーちゃんに質問です。アイズワンメンバーの共同生活は有名なのですが、宿舎での面白かったエピソード、裏話などあったら教えてください。メンバーとの仲良しエピソードなども聞きたいです。そうですね、最近韓国ではもうスイカが食べられるんですよ。びっくりでしょ、まだ5月なのに。そう、それでお家に宿舎にですね、この前スイカが届いて、そう、チヨの兄が切ってくれたんですけど、本当に甘くて美味しかったです。私あのスイカ自分で切ったことないんですけど、そうやっていろいろね、なんかチヨの兄が優しくみんなのために切ってくれて、本当に美味しくいただきました。あ、そう、皆さんはスイカ食べるとき塩かけて食べますか？私昔は塩をめっちゃかけて食べてたんですけど、最近はそのまま食べるのが好きになりました。ぜひそういうなんか自分だけの食べ方とか、スイカに限らずあったらぜひ気になるので教えてほしいなって思います。ではここで一曲聴いてください。久しぶりにこの曲をおかけします。アイズワンで月と言わせたい。最近あのアイズワンの公式リズムゲームスーパースターアイズワンっていうのが最近リリースされて、私もプレイしてるんですけど、この曲が本当に難しいんですよ。ハードがまだクリアも 1,2 回しかしたことないんですね。で、最近よくプレイしている曲だったのでこの曲をおかけしました。ぜひリズムゲーム得意だよっていう方はスーパースターアイズワンの月と言わせたいハードバージョン挑戦してみてください。フルコンボ取ったらぜひ教えてください。お送りした曲はアイズワンで月と言わせたいでした。本田ひとみのワールドゲッチュー。
あっという間にエンディングのお時間です。先ほどもちょっとお話ししたように、なんか皆さん独自の食べ物の食べ方とかルーティーンとかあるじゃないですか。モーニングルーティーン、ナイトルーティーンとか、そういうの私特にないんですよね。だからなんか皆さんだけの独自の何かそういうのがあったら、ぜひメッセージとかで送っていただけたら私も気になるので、じっくり参考にさせていただきたいと思います。メッセージお待ちしています。では大好評の萌えゼリフのお時間です。今回はどれにしようかな。東京都にお住まいのおじゅるじゅりさんからですね、ありがとうございます。朝が苦手な私に萌えゼリフをお願いします。ではいきます。おはよう。早く起きないと遅刻しちゃうよ。ヒーと一緒に朝ごはん食べたくないの？お、これは割と簡単にスラッと言えるセリフでした。でも私、実際朝、最近早く起きてなくて、そうなんですよね。だから私も朝ごはん食べないこと多いんですけど、ね、一緒に早起きして朝ごはん一緒に食べましょう。ありがとうございます。皆さんからのメッセージは24時間募集中です。メッセージはレディオベリーのホームページにあるアイズワン本田ひとみのワールドゲッチューのメッセージフォームから送ってください。では最後にお知らせです。アイズワンの公式リズムゲームスーパースターアイズワン、音ゲー得意だよーっていう方とか興味のある方はぜひ遊んでみてください。そしてオフィシャルのツイッター、インスタグラムも見てください。プライベートメールも興味のある方はぜひぜひチェックよろしくお願いします。動物の森で最近私は案内所が大きくなって、なんか黄色のなんかお団子をしてるようなツインテールしてるようなキャラクターが出てきました。これからももっと進められるように頑張りたいと思います。ということで今週もお付き合いいただきありがとうございました。私とはまた来週です。皆さん健康第一だよ。バイバーイ。